知念優里です。出身は静岡です。趣味は昼寝です。すべてです、これが。知念、何あれ、右のウサギ。あ、ウサギです。なぜ立って行け。1,2,3,4,5,6,7,8 知念が身を削って飛んでくれたよ。ポンタムした今日でこの足使えなくなりました。まあ伊能さんもそういうタイプかなと思っていて、自分のタイミングだっていう時に面白いことを言ってくれるなっていう風に感じているので、まあ、僕もそういう風になれたらいいなと。何？お前はもう死んでいる。Moments later. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.